諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか。お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。裁判長、今からその時私が受け取った証拠を提示します。お聞きください。小野のことを漏らしたのはあなたですね。新谷という弁護士にです。彼から創薬センターに電話がかかってきた。いや、まあ確かにそうだがよ。でも新谷は大丈夫だ。俺が一言言え黙る。何をのんきな。承知できません。これは大至急片付けるべき案件です。田村さん、そちらで手を打っていただく。またすぐに黒岩さんに頼んでください。報酬はまた1億で。今回はあなたの不始末ですよ。これ以上私を怒らせないでください。黒岩というのはカムロ署の刑事です。しかしその裏の顔はモグラと言われる殺し屋だと思われます。あんたは羽村を通じてその黒岩に新谷殺害を命じた。ふん。電話であんな話をするなんてね。あんたほどの人がよほど慌ててたらしい。そんな音声データいくらでも捏造できる。事実無根だ。証拠としては不十分だと。そうだ。ですがこれをはっきり裏付ける証人がいたとしたら、連れてくればいい。では呼びましょう。驚きました？証人、この録音の会話は？一人は俺だ。もう一人はそこにいる一ノ瀬。間違いねえ。静粛に。君、森田検事生はどこだ？このことを承知してるのか？検事生はこの事件の指揮を取っているつもりですけど、実は蚊帳の外です。何？これから私たちは検事生を告発します。罪状は特別公務員職権乱用罪。俺の次は木戸も証言するぜ。はあ？あの先生は勝つ側にしかつかねえ。そんな木戸にあんたは見限られたってわけだ。一ノ瀬さん、
あんたも厳しい世界で上り詰めた男だ。往生際は潔くなる。海藤さん、分かってる。何か指示したな。何をする気だ。星野君、あと頼んだ。え、星野君もいつか独り立ちしなきゃだろ。は、急で悪いんだけどな、今日がその日だ。ちょっと、そうだ。星野君だから任せられるんだ。一流の二番手とかもう甘えたこと言うなよ。大丈夫ですか。何も問題ありません。続けます。海藤さん、この野郎、電話で指示飛ばしやがった。誰に？何の指示を？モグラを始末しろだと。モグラを始末？じゃあ黒岩を消す気か。結局あいつもトカゲの尻尾だったわけだ。口を塞がれる。そうなりゃ事件はそこ止まりだ。ああ、黒岩はカムロ町にいる。行くぞ。今杉浦たちが車回してる。くそ。もうすぐカムロ町に着く。真冬、黒岩の居場所は？まだ見つからない。連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしかしたら黒岩もそこに。矢神だ。止まれ。あ、こっちだ。ただのチンピラじゃねえな。
厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切っていくぞ。そう来なくっちゃない。止まれっつってんだこら。こうもバンがバンバンやってきやがるんだ。ん？待て違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない？兄貴、だから違うって。頼むよ海藤さん、頼りにしてるんだから。行くぞ。うっ